おはようございます。いつもお世話になっております。松島亮です。札幌市清田区、にぎわいづくり TV。はい、今日は晩ご飯です。えー、前回と全く同じメニューですね。えー、こちらの、えセブンイレブンの PB、えー、サントリーハイボールプライム、香る匠のハイボール。 ウイスキーとソーダだけのこだわりハイボールサントリーのブレンダーが丁寧に仕上げたウイスキーをソーダで割った香り豊かでスッキリ爽快なハイボールはいこれとまあこちらの氷まずこちらを合わせていきますねえー、今は えーと10月24日の木曜日の夜ですこの動画がいつ上がるか分かりませんけども一応曜日ということと、えー、最近のね私がハマっているこちらね前回と全く一緒ね、えー、炭火焼き動産ホルモン初レバー入り ね、こう、豚のレバーとか、ホルモン、えー、豚レバー、豚発、豚小腸、豚大腸、玉ねぎ、ね、入ってます。えー、これとこれ合わせて6百六百7八0円ぐらいかな。六700円いかないぐらいですね。確か。 まあだから居酒屋メニューにしてはまあまあいいかなっていう感じ。もうセブンイレブンはね、値段が高いから、あのー、コンビニとか、えー、自炊とかっていうよりは、もうあの、居酒屋と比べて、まあ悪くないかと思えるものにお金を使うという感じでございますね。 えー、今日はね、先ほども申し上げましたけども、6月24日木曜日です。えー、さっきまでね、<laughs> FM 清田、今夜もグッドナイト。以上です。もうね、えー、収録をしててね、あれなかなかストイックなんですよ。私、今、今つうかずっとなんだけど、 なんか長いのがないとできないな。レバー、レバーデイムファンク。なんか、ああ 落としちまったぜこれぐらいがいいかななんかホルモンだって分かる方がいいよな実は はい。何の話でしたっけ ?FM 京太今夜もミッドナイトね。今夜もグッドナイトね。で、私、ずっと DAW 使ってないで録音してて、で、タスカムの DR-07X っていうやつに、 もう、だから、イヤホンピン1個っすよ。まあ、一応、ミキサーにマイクと、なんか、サンプラーとか、スマホとか、いろいろ、させるんだけど、最終的には、もう、完全に、LR だけ、を、録音しかできないから、で、FM キオーターの今夜もみ、グッドナイトは、なんかね、別に噛んでもいいし、言い直したりしてもいいんだけど、 なんとなく雰囲気がこう、雰囲気重視だなと思ってるから、今日結構何回も撮り直ししたんですよ。それでもうヘトヘトです。あんな。やっぱりこのチャンネル見てる人は MC バトルの話をしないと回んないから、今日もちょっと緊急で、 力田るおさんの動画出してみたんだけど、今のところやっぱりそんなに良くないね、反応が。なんか本当はその、力田るおさんの話もそうだけど、音楽の話とかしたいし、それで再生数回るようになったら、本当にめっちゃいいと思うんだけどな。で、FM 清田今夜もグッドナイトなんて本当に回ってない。今、再生数100、100ちょいぐらいでしょ。 それを何回も撮り直すっていうのはマジでね、意味ないけどね、あの、丁寧になれるべくやっていこうっていうところなんでね、頑張ってますけど。だから無編集で MC バトルの話した方が、全然コスパいいんすよね。でもそれはしょうがねえよな。で、前回の晩ご飯も、 なんか途中で止まっちゃったんですよね、動画が。これなんか iPhone で撮ってるんですけど、なんかストレージがいっぱいになっちゃってて、止まりました。で、なんかこう携帯触ってる時に、残り電池20%ですみたいな出てくるじゃないですか。ああいう感じで、あと何分しか撮れませんとかで途中出てくりゃいいのにな。 気づいたらパーンと終わってたんだよね。本当はだからこの晩御飯みたいなのがまあ年ね。でもちょっと最近10月1日からまあ毎日更新やってみてるけど、で2本上げてる日もあるけども、ちょっとな日本の MC バトルが終わったのが2008年っていう動画だけ。 六七千ぐらい回ってんじゃないですか。あとはやっぱ行っても二千ちょいだもんね。あれ、あげた時はね、思い通りの反応だ、というか予想通りの反応だったから、結構ね、調子こいてるわ、調子こいてたね。この調子でガンガンいけんじゃねえかって。だけどやっぱ話題と、タイミングと、 ほんと読めないね。なんか動画、まあ、あれクオリティとタイミング良かったのかな、まあ、他の動画も別に面白くなくはないと思うんだけど、やっぱホワイトボードを持って喋ったりとかしてたのもあったしね。良かったんかなで、とりあえずこ、あの、10月中に何とかチャンネル登録者数を2万に活かせようとしているっていうのが、まあ、 目標なんで。私、口角下がってんねもう顔曲がってんの。 で、この YouTube チャンネルも、本当、本当は、ちゃんと、テレビ局みたいに、いろんな番組があって、で、まあ、清拓の情報をお届けする番組とか、 キヨタクの誰かがやってる番組でもいいんだけどでテレビ欄見たくもう毎日何個も動画があって全然違う動画が上がっていくみたいな感じにしたいんだよねでもそれって YouTube のアルゴリズム対策的には多分あんまりよくないんだよっていうか更新頻度高すぎてもきっとチャンネル登録者数増えないと思うし だから、とりあえず、登録者数2万超えたら、え、外に出てって、登録者数2万なんですよって、言って、凄そうにまず見せるっていうね。まあ、今別に1万9800んぼだから、今でも2万って言ってもいいんだけど、なんか一応ね、今月は毎日更新が目標です。 まあ登録者数もちょっと頑張りたいけどね。なんかこういう動画は撮ってすぐ上げた方が良さそうだよね。で、今日もね、コメントに返事したやつがもう一個上がるんだよね。23時ぐらいに。その後明日の昼過ぎぐらいにこれ出しちゃおうかな。 で今日撮ったのはね、キングオブコント2024の梅田サイファーのオープニングソングの添削。まあまあ面白いと思います。あとね、選挙の前に、あの TVer 見てたら、公明党の CM が、ラップ CM があって、まあ、それにちょっと触れよっかな。公明党最高とか言って。思ってたんだけど、X の方で、このラップのなんか、ついて動画作ってくださいみたいなこと言ってきた人いて、共産党もラップ CM 作ってんだよね。それについても触れようと思って。だから公明党のラップ CM 最高 と、共産党のラップ CM 最高ね。これを2本出して <laughs>、えー、え再生数が回れたらいいですけど、多分だけど、こう、まあ、守護でかいじゃないですか。多分、あの、なんだろうね。まあ、UMB とか KOK、OK、とか、戦国 MC バトルとか、 えー、口喧嘩祭とか、そういったものより公明党とか共産党の方が、見てる人多いと思うんだよな。んなことないか。なんなことないね。でもそれぞれに、こう、母数があると思うから、うまいこと、 それでまた5000とか6000とか再生取りに行けたらおもろいなぁと思ってんだよね。ちなみにだけど、私は、裁判官はちょっとわかんないけど、まあ、裁判官もっとわかりやすくしてほしいよね。過去の裁判とかさ、 やってない人もいいんじゃん。担当してない人も。あれだけ見せられてもさ、なんかもっとばっこり、何々には反対とか何々には賛成とかグラフ出してほしいよね。裁判分かりづらいよ。全員罰でもいいかもしれないしって思っちゃうけど、それじゃああんまね、意味ないよね。そんなことないんだよな。なんかでも、裁判官って、やっぱものすごく、 中立で公平な印象あるよね。多分みんな自民党の人が選んでんだと思うんだけど、それでもやっぱ、こう、リベラルな感じするもんね。だからわかんないんだよね。なんかこの人とこの人だけは絶対 NG だな、みたいな人二人ぐらいいた気がするけど、でもなんか裁判官ってあれで辞めた人いないんでしょだからまあどっちでもいいよね。でも衆院選だよね、やっぱりメインはね。 私はね、やっぱ自公には入れないね、正直。だから、なんか雰囲気見て、二番目の人に入れたり、するかなだからまあ、大抵立憲か、北海道共産も強いから、立憲か共産に入れますよ。私は。そんなもんじゃないですか。だって、やっぱり、 なんかその、まあ、なんでもいいんですよ。政権交代なんてできるもんと思ってないけど、その、議数議席数議席数この感じで議席数落ちなかったらやばいでしょって。思うんですよ。 だから別に政権交代し、絶対政権交代してくれとは思わんけど、自民と公明には入れません。それは要するに、もう一生自民党政権でもいいですから、もっとピリッと、なんか下手こいたら、次の選挙で負けちゃうぞ。 だからしっかりやんなきゃっていうね、もう自民党でいいから、こう緊張感を持って、国民をバカにしたようなことはせずにね、気をつけてビビりながら政治やってほしいなっていう、政治のクオリティを高めるためには、やっぱりね、今、自民、公明に入れないっていうのがいいと思います。で、北海道新聞とかのニュース見てると、 まあかなりね、事故、議席数減らすんじゃないか、みたいな感じになってるけど、それももうわかんないよね。なんかネットのニュースでもこの前の自民党の総裁選もね、高市さんがこれは勝ちそうだ、みたいな感じになってたけど、結局バーンって上げてみたらね、石破さんが、 逆転しててねだから選挙のその前評判っていうか下馬評みたいなんと、ね、でもなかなか難しいよね選挙っていうのも。なんかやっぱ私はどっちかっていうとリベラル左派だから自民党を そんなに応援してないんだけど、でも自民の中にもリベラルな議員もいるわけだし、だから左翼だったら何でもいいのかっつうとそうでもないじゃないちゃんとできんのかっていうね。で、やっぱりね、消費税とか減らしてほしいなって思ってんだけどさ、立憲とか、ほとんどみんな増税派じゃないで、減税、 もう争点じゃないのかな、税金って。みんなどんどん増税しようとしてるわけだけど。なんか減税したいっていう人も、令和とか、賛成党とか、維新とか、減税って言ってたと思うんだけど。それで、今多分、保守の人とかは、維新とか賛成党にみんな入れそうだよね、自民党に入れてた人も。 面白いよねそうやってちょっとずつはちょっとずつはこうななんか変わっていくわけですよ。<laughs> 私は立憲か共産の良さそうな方に入れます。こ <laughs> んなこと言ったらインターネットの人は左翼だとか言うのかな だとしたらあなたよりは左かもねっていう感じだよね。なんかやっぱりあの民主党政権時代のさ、なんか悪夢の民主党政権みたいなイメージがインターネットですごい強くつけられてるよね。蓮舫さんが。 2じゃダメなんですかとかさ。まあ311も起きちゃったりしてるし、なかなか難しいと思うんだよな、ね、一定の評価をするっていうのは。でもここ30年、ずっと、まあ、ね給料下がり続けてるとか、景気悪くなり続けてるわけじゃないですか。だから民主党のせいだけじゃないと思うんですよね。あとやっぱ、 自民党以外にこう何国家をさ運営していく能力あんのかっていうのは単純に疑問だよね。でもそれをやってもらわんとな誰でも その政権政党国政政党国政政党の、で議員やってる人は誰でも政府を、政府っちゅうの、政権取った時に頑張ってやってもらえないと困るよね。でもそのめちゃめちゃ実地的な部分ってわかんないじゃないですか。もう。 政治家ってマジ何やってっかわかんないからね。仕事。話し合いしてんのかな。なんかでもほとんどやっぱり、やったことないからわかんないけど、周りの物事決まっていく様子とか、物事を運んでいく様子見たら、政治やるんだったらやっぱ人脈とか、資金力で物事決まっちゃいそうっすよね。 めっちゃ頭いいとかめっちゃアイディアあるとかめっちゃやる気ある。でも、いい政治できるかっつうともっとこう、実弾っていうか、パワーがね、権力があったりお金があったりしないとやりたいことできないんじゃないかなって思うんだよな。その時点でおかしいけどな。まあでも税金のね、使い道とかそういったものは ちょっとは変わるのかなもしかしたら政治家の中身が変わると。でも、役所の人との兼ね合いとかもあるからね。わかんないよね。もしかしたら政治家誰がやっても全部同じなのかもしれないしさ。極端な話。なんか外交とかはさすがに 人人と人だから友達の友達多い人が強いとかねなんか会ったことあるとか喋ったことあるとかで政治家同士でさ例えばプーチンに会ったことあるとかまあアメリカの大統領に会ったことあるとかそれによって何か変わるんだったら。 ちょっとシンプルすぎるよね。そんなはずなくねって思っちゃうけど。でも世の中意外とそんなもんだよね。まあその世襲とかもそうじゃない。なんで息子だからって政治家になるんだろうって。なんで息子だから地盤受け継いだらみんなそれにその人に票入れんだろうって。意味わかんないじゃないですか。でもやっぱそのシンプルが働いてるんでしょうね。 誰々さんのせがれだから <laughs> っていうだけで選挙強いとか。あのー、ティーワーに結構その政党の CM が入ってくるんですけど、立憲の CM ではね、裏金と世襲をやめさせようっていう、そのためには政権交代だっていうね、<laughs> CM 流れてきますね。でもあの15秒とか30秒で、 こう、なんとなくね、この塔に入れてみようってなるのかどうかって考えたらすごい難しいと思うけど、でも名前も知らない塔には入れたいと思わないもんね。だからそういった意味では音楽活動もそうだけど、どんだけ宣伝に金入れれるかによって変わっちゃうっていうね。 なんかそれも面白くないよな。なんかみんなでちゃんと一回話し合いたいよね。その街のみんなでさ。同じ選挙区のみんなで一回話し合ってさ。なんで誰に入れるとか、誰に入れたいとか。失礼。話し合ったりしてみたいよね。 でも、やばいじじいとやばいじじいがめっちゃ喧嘩になったりとかすんのかなそれやったら。若者だけでも集まってやってみたいな。なんかやっぱそういうのって、市民、市民ってそういうもんだよね本来。 わかんないけど、なんかその、ギリシャとかローマの時ってそうだったでしょ、多分。知らんけど、全然知らんけど。市民ってそもそもちょっと階級高いんだよね。それ以外に奴隷とかがいっぱいいて。私たちはもう奴隷じゃないけど、まあでも労働はめちゃめちゃしなきゃいけないから。あれだけど。やっぱずっと喋る、喋って、こう、社会をどうしていくか、政治をどうしていくかってずっと喋ったり、 してみたいよなぁ、同年代の人とかと。ないもんね。なんかその、勉強もしたいし。その、勉強会とかもね、どやってると思うんだけど、その、各政党とか。そういうの行ってみたいね。めっちゃ、どうしよう。めっちゃ思想変わって、洗脳されて。それはそれか。 なんかでも最近の雰囲気見てるとなんとなくやっぱ自民党今回選挙弱いんじゃないかなっていう感じはするよね。どうなることやら、まあこれが開票の後に上げられてるかもしれないけど、まあ明日の昼過ぎ上げちゃおうか。1日2本上げて片方激弱だと、あんまチャンネル登録者数増えなそうだよね。まあいっか。 はい。というわけで、今日は晩ご飯でございました。チャンネル登録お願いしまーす。高評価もお願いしまーす。バイビー。